こんにちは、グランピーです。ヘルメット今日2本目です。高校生の時あだ名がヘルメットだったんですけど、また今日ヘルメット紹介します。で、今日はジロの MTB ヘルメットモンタロのサイズ感について紹介します。まあ、なんでこれ撮るかっていうと、今まで多分この関係の動画4本ぐらい撮ってるんですけど、未だにサイズ感が分かんないっていう人がいるんで、もうその人のために撮ります。はい。で、ジロのイーサーとかシンセはアジアンフィットっていう、その横が広い人用のヘルメットがあるんですけど、マウンテンバイク用に関してはこの高価格帯がそのアジアンフィットが対応してないモデルになります。で、ジロでいうとスーパーフィットっていう、そのなんかカテゴリーがあるようで、やっぱりこの横側がすごい狭いです。で、普段アジアンフィットの L サイズ、アジアンフィットの M サイズかぶってる人はこのスーパーフィットは L サイズになります。それだけ注意して買ってください。一応商品ページにはアジアンフィットじゃないってもう散々書いてるんですけど、それ見て決めてください。そしたらまあサイズ感、じゃあ僕は L サイズなんで、M サイズなんで M かぶってます。これ M、 でさっき入ってきたヘリオスっていうヘルメットをかぶったんです。それのアジアンフィットじゃないモデルよりも若干狭いです。狭いんだけど、まあ、僕はちょっと頭の形がちょっとおかしいんで、まだ隙間がある。はい。で、基本マウンテンバイクはこのつば付き、これがあった方がすごくいいです。これなんでこれがあるかっていうと、まあ、オフロードバイクのレースとかは前のバイクのこの泥が跳ねてこないようにっていう、こういう役目があるんですけど、実際日本の山、里山行くと、冬行くときはなんかこのなんだっけ、枝がいっぱいあるんで、そういう意味でこういうふうに避けていけばこれすごくいいです。これで角度が変わります。これ変わらなかった、角度がこれ変わるんですよ。角度がこういう感じで変わるので、ゴーグルつける人はここにゴーグル置いても大丈夫です。あとは GoPro のマウントも確か箱の中入ってくるんで、自分の華麗なライディングテクニックをみんなに見せびらかすには GoPro つけることもできます。で、カラーが、でこれも在庫がもう本当になくなってきてるんですけど、カラーがこのブルーで、ブルーなんで、まあグリーンなんで、ちょっとグリーンっぽいジャケットを着てる人はこれも合うと思います。ブルーと、ちょっと画像では伝わりづらいんですけど、なんか蛍光オレンジっぽい赤です。これとブラックなんだけど横にこうラインがあるタイプ、イエローとオレンジライン、確かこれ同じ色のグローブもあるんで合わせて買うといいと思います。それとホワイトです。意外とホワイトとか合わせやすいと思うんですけど、まあ、カーキー系のジャケット着てる人はホワイトをやるといいと思います。あとワンポイントでグローブホワイトにするとか、そういうのもこれかっこいいと思います。はい。です。で、この、僕がかぶっている M サイズのブラックに関しては、確か入荷した時に箱が潰れているモデルがあったんで、今 5% オフにしてます。で、通常このモデル 24,800円なんですけど、これ今 40% オフで、税込みで 16,368円なってます。もう本当に在庫ないんで、みんな在庫なくなってから買えばよかったって言うんですけど、そういうのは言わないように早めに買ってください。です。じゃあまとめると、まずサイズが、ここ横がすごい狭いので、普段アジアンフィットの M サイズということはジロの M サイズでしょ。だから OGK カブトの M サイズとかかぶってる人はこのジロのモンタロは L サイズを買ってください。あとは金額が今 40% オフになってるんで、通常 24,800円が税込みで 17,000円ぐらいで買えます。で、黒いこのモデル、このモデルの M サイズに関しては箱が潰れてたんで、今 5% オフで今販売します。まあ、下の概要欄にリンク貼ってますんで、気になる人は購入お待ちしてます。はい、じゃあ終わります。